ここは天界、そしてスピリットガイドたちが集まる共有スペース。ここにはたくさんのスピリットガイドが集まってる。それぞれいろんな事情を抱えて現世に戻りたくないとここでボランティアをしている。一見見るとパパママ世代が多い。私はある人に話しかけられた。さあそこに座ってくれるかい。お前さんまだ若そうじゃないかい。いくつの時こっちに来たんだい。23ですけど、あなたは。私は95歳まで生きたよ。でも見た目すごく若いじゃないですか。どういうこと？魂っていうのはね、人生の中で一番自分らしく光り輝いてた姿にしてくれるのさ。すまないがライフヒストリーを読ませてくれるかい？わかりました。メガネ取ってきます。はい。おお、ありがとね。おやおや、これからだって時に死んじまったのかい。たまに若い子が天界に来るだろう。あまりにも若すぎる場合はまだまだやり残したことがあったのに志半ばで死んでいった者たちなんだよ。私は95年も生きた。私はここで休みたいと思ってる。ボランティアをしながら魂を助けながら。だけどお前さんはもう十分休めただろう。そろそろ転生する気はないのかい？いいかい、聞くんだよ。お前さんペナルティはあったんだろう？なかったのかい。それじゃあ現世に戻る大切さはまだ知らないわけだ。ありがとう、読ませてもらったけど、だいぶ辛い転生だったんだね。トランス女性だったのかい。そっか、子供も持てず何のためにこの人生で頑張ればいいのかわからなくなって早めに来てしまったんだね。よくわかるよ。人生はそういうことの繰り返しだからね。だったらこっちに来て三次元的なストレスを一切感じず暮らした方がいいもんね。わかるよ。だけどあと一回でせっかく展開のお手伝いができるんだよ。やろうと思わないのかい？現世に行くのがそんなに怖いのかい？わかるよ。子供も産めなく家庭も築けなく、なのに何のために頑張って仕事など人の役に立つことをしないといけないのかって、何も報われることはないのになぜそのために頑張んなきゃいけないのか、わかるよその気持ち。ただ君はグレードアップするんだろ。選べるんだよ人生は。なのに行こうとしないのかい？子供っていいもんだよ。お前さんもよくわかってるはずだ。あんな神聖な存在はない。存在があるだけで清らかになる。周りの心も環境も少し手が焼くこともあるが、子供の成長が自分の自信につながるんだよ。お前さんはそれを選ぶ権利を与えられたんだ。なのにまだ転生しないっていうのかい？もったいないとは思わないのかい？もう一度言う。子供っていうのはいいもんだよ。こんな展開の三次元的ストレスがない、すごく落ち着いた場所、そんなものに惑わされるんじゃない。お前さんはもっと成長できる。お前さんみたいな人は早く展開に行った方がいいんだよ。ありがとう。でも転生か。そういやさ、そういやさ、何やってもうまくいかないのないぞ。
闇を払って夜の帳が降りたら合図だ。相対して回る感情線、ざれ事などは吐き捨てけど、一斉の音で声を上げて聞こえてくるんだ。自分の影の長さに気づくも